年収500万円の人の場合の手取り、皆さんご存知でしょうか。年金だのですね、国保税だの、所得税だの、何百円引かれて398万円、102万円は没収されます。これが34年前の1989年どうだったかと言いますと、430万円でした。34年で手取りが32万円減りまして、落とし穴がありまして、34年前は消費税が 10% ではありませんでした。手元に残った398万円全部使ったとするとですね、消費税は40万円ですよね。34年間で、手取りが32万円減り、消費税が40万円かかると、つまり可処分所得は72万円減っております。34年前と言いますと、私が20代を過ごしていた頃ですけれども、私の時代は実質税負担率が 35% でありました。今はどうかと言いますと 47%、 五公五民に限りなく近づいております。私が若い頃は 35%、 ほぼ3分の1没収ということでしたが、今は約2分の1没収と税金で取られてしまいます。こんな50代の我々がですね、今の20代の方々に、今の実質税負担率は 47% だが、将来に希望を持って子供を産んでくれ、俺らの時代は 35% だったけどな、なんてとてもじゃないが言えないですよね。岸田総理67歳だそうですけれども、岸田総理が若かし割し頃はもっと低くて税負担率3割ぐらいだったと思いますよ。岸田総理が20代だった頃、3割だった税負担率、今は5割近いですよ。なんか少子化対策一生懸命やりますなんて言っておりますけれども、減税こそが、使える金を増やすことこそが本当の少子化対策ではないでしょうか。